作戦の武功ということで、今回はマウスピースパッチの替え時という動画をお送りしたいと思います。サックスのミキです。今回はですね、マウスピースパッチを貼ってる方に注意喚起ということで動画を撮っております。僕の生徒さんでもですね、マウスピースパッチを貼ってる人はたくさんいます。マウスピースパッチ僕は貼ってないんですけれども、マウスピースのこの部分にですね貼るやつですね。まあ主にですね、マウスピースにこう傷がいかないようにとか、加え加減がですね、まあ初心者の方でグラグラこう動いちゃうとかいう方に僕の場合は貼ってもらってますけれども、まあ僕自身はもう拭き方はですね、まあできてますので、まあ貼る必要もないというか、まあ本当はですね、ある程度上手くなってきたらもうパッチを貼らない方がね、いいです。パッチもですね、弊害がありまして、歯茎といってこの歯の根元にですね、ちょっと負担がかかるという話があったりします。というのは、こう加えてる時にですね、実は僕らはですね、拭きながら微妙にこう口をですね浅くしたり深くしたり自然にですね動かしてちょうどいい位置で拭いてるんですけれども、それがですねパッチで上の歯を固定されるとですね、まあ歯のこの根元の部分にですね、まあ負荷がかかるというふうに言っている歯医者さんが過去にいました。それを機にですね、僕もちょっと貼るんやめたりしたんですけれども、まあそういったことはですね今回さておき、まあマウスピースパッチを貼ってる方はですね、ちょっとこちらにですね図を書いてみましたので、いつになったら買い時か、青信号、黄色信号、赤信号みたいな感じでね捉えてもらったらいいかなと思います。ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルはサックスが本気で上手くなりたい人のために様々な情報を発信しています。チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。それでは本題入りたいと思いますけれども、マウスピースパッチですね、替え時をですね知らせるサインがねあります。それはですね、拭きにくくなった時ですね、パッチを貼ってて問題なく拭けてたのに、なんかある時からですね音がこうイガイガした感じですね、音が割れちゃうとか、なんか音がピーって外れちゃう感じ、例えばこういう風に、まあちょうどいい感じの音で吹いてたのがある時ですね、こういう風に割れちゃう、きつい音になっちゃう、きつい音出すつもりないのにきつい音になってしまうという方は、まずですねパッチをですね疑ってください。こちらにですね3つですね、これマウスピースパッチの絵なんですけどね、書いてみました。正常注意即交換って、3段階でね、青信号、黄色信号、赤信号みたいな感じで書いてみました。で、音がですねきつくなってしまう原因はですね、まあ、要するにその深く加えちゃってる状態なんですね。正常であればですね、マウスピースパッチに歯型はつかないです。これが一番替えたての状態とかね、替えてしばらくの間はつかないです。で、その時っていうのはですね、加え加減を意図的に深くしないとそんなにこう動いたりしないんじゃないかなと思いますけど、それがですね、まあ、時間が経つとですね、マウスピースパッチを貼ってるですねその接着がですね、歯でゴリ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 ね、こう圧がかかりますから、拭いてる時にね、それで中の接着が取れちゃうんですね。で、浮いてきちゃうと。で、浮いてきたらですね、その肩が行くようになります。だから肩が行くぐらいこうゴリ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 やってるという風になってきたらね、ちょっと要注意、もうその時点で変えてもいいと思います。で、サックスっていうのはですね、いつもと違うことやるとめんどくさく感じるんですよね。だからリードもいつも吹きやすいやつつけちゃうし、で、ダメになっても吹いちゃってそれで調子悪くなる時もありますし、マウスピースパッチもそうです。パッチってこう剥がした時にですね、接着が残ると結構そのネチョネチョになって、取るのにですね時間がかかったりするんですよね。で、パッチを貼り替える時はやっぱり水洗いは必要になりますから、そういうので面倒くさいからみんな放置する場合が多いんですよね。だからそういう風に放置してるとだんだんこう肩がいってくると、使っていったらどんどん肩がいってきて、まあ要注意みたいなこう線が入ってくるとね、歯型のね。で、それでですね、そのまま放っておくとどうなるかというと、こっちの即交換ですね、この四角い肩がついてくるようになるんですね。これはどういうことかというと、注意の時の、この線、この位置がですねベストの状態なんですね。で、これがですね、即交換でいうとこの一番上になります。で、一番上からですね、これ動いた後なんですよね。だ、一番この吹きやすいとこからゴリ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 こう歯がね、マウスピースってこういう形になってますからね、こう深く加えやすい、深く滑りやすいですね。だからどん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 こう奥に奥にね滑っていっちゃうと。ちなみにこれマウスピースバッジ上がこういう向きですからね、こういう向きで貼ってるという想定ですから、それご注意くださいね。だから一番、ベストな状態からですね、こう動いていってるとね、ゴリゴリ押しちゃって
で、この一番下のところがですね、今あなたがですね加えている位置になっているということですね。で、このですね動いた後、もう四角のなんていうかこの中のところですね、ここはですねツルンツルンになってますから、そこで途中で刃を止めるとかいうのはまず不可能です。絶対加えたら最初はいつもの位置で加えようとするんですけど、ツルンってこう奥に入っちゃうということになります。まあこんだけ動く人はいるかわかんないですけど、まあ稀にねこういう跡、ほんまこれぐらい動いた跡ついてる人いるんですよね。でそうなるともう深く吹くのが固定されますから、音が意外がきつい音になったりピー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 鳴り出すということになります。でこうなったらもうとりあえず変えないといけないです。絶対にね、もう何やってもこの肩にですね支配されますからね、我々はね。でこれがですねさらに掘っておくと穴が開きます。で最近もですね完全に穴が開いた生徒さんがいました。でああそれはもうすぐ変えないとという感じになってました。ですのでですね、まあそこまでやるともうパッチを貼ってる意味がなくて逆に弊害しかないという状況になりますから、まあパッチってね交換するんが何度も言いますけどめんどくさいですから放置しちゃうんですけど、それを放置せずにですねこの真ん中のですね注意の線が入ったぐらいの時にもう剥がして貼り替えるという風にしていただけたら調子は保てると思います。ぜひ、あなたのマウスピースパッチをご確認ください。で下星印のとこですけどね、パッチは消耗品って書いてます。マウスピースパッチは所詮消耗品です。歯ブラシと一緒ですよね。歯ブラシもまっすぐな毛がですねこうだんだん毛羽立ってきますよね。毛羽立ったらですね磨いてても細かいゴミが取れないから虫歯になるだけですよね。なんぼ頑張ってやってもね、時間かけても。それだったら新しい歯ブラシに変えるのと一緒で、マウスピースパッチも注意即交換のねゾーンに入ったら即変えてください。じゃないと頑張って拭いてもその練習は報われないということになります。はい、ぜひお試しくださいという感じでですね、実際のですね、レッスンの現場とかあと僕自身の経験から来ることをちょこちょこ話しております。今後もですねこういったことを発信していきますので楽しみにしておいてください。あとですね、何か質問、サックスに関することであれば何でも気軽にですねコメント欄の方に書いてみてください。随時こういった動画とかコメントで返信していきます。あと優先的にですねコメントの返信が欲しいという方はぜひチャンネルメンバーシップの方をご利用ください。リンクは概要欄に貼っております。サックス戦の